さあどうや。大丈夫やった。第一関門クリア。どうしよっかな。やっぱりまずは安全を。うわぁ、これはついてる。これはついてるぞ。いやあ、どうも。前行けるか。レベル2になったってことは誰か見つかってはいるってことやな。俺じゃなかったらええ。あ、どっか行った。来てんのか。いや、見えんかった。うわ、血まみれや。あれ、レベル2になっても心音せえへんの、マジでやめろよマイケル。レベル2になったら心音してくれるもんやと思ってるから、こっちは。あー、見つかってる。うーわ、やば、最悪。うわ、やっぱマジか、マジか、あいつ。味方の血を吸わせて何周もして血まみれ衣装を着てそれで幸せか。たまらんな、今のマジでたまらんな。帰ってきた、ありがとう。さあどうしよっかな。あっちゅう間に死亡にリーチや。あ、俺はコツコツ発電機直そう。もう後がないからな。ただ俺のことを助けてくれたあのメグは助けたいな。よ、大丈夫か。ちょっと待って。おい、逃げよう。ああ、帰ってきてるわ。あー、メグの方狙ってるか。まあ俺としては助かるけど。心音が当てにならんのがきついな。メグー、また別のメグ。よし、一緒に行動するか。見つかっても2分の1で助かるから。地下か。
しんどそうやな。とりあえずこれは直して、おお、おったな今マイケル。切られてる。助けに行く。俺になすりつけようとしてんだこいつ。こいつマジか。死んでしまえ。ふう。オッケー。その間に何の声や。あ、切られてる。優しいマイケルなんや。めっちゃ切られてるやん。よっぽどなんかやったんやろな。俺らは仲良くしようなーなー。めっちゃ切られてる。うわー、ええ話や、まさかの。あ、ごめん、場所がないわ。ずっと切られてるやん。なんかやったんやな。じゃないとあんなことされへんよな。だって俺にはしてきてないし。さあ、あ、でも気が済んだんかもしれん。うわ、やば、どこや。今まで出会ってきたどのマイケルよりも内なる狂気が濃いわ。あー、やられてる。さあ、これは脱出したいな。結果的には変な時間稼ぎがあったもんね。怖い、豆チリ持ちやとしたら怖い。おお、順調。やばい、どっちや、どっちかわからんぞ。どうするかやな。あいつに押し付けられそうになって、ん？ああ、2階におる。むずいな。あ、救出してるわ。でもやりますね。あっちに固まってるな。なすりつけられそうになって手放した発電機が惜しい。あとほんまにあと数ドットやったのに。あれどうや、逃げ切ってるか。逃げ切ってる。あー、逃げ切ってないか。発電機回そう。ここや、この先、この辺。あ、ついてるやん、もうついてたんか。あそこか。
ナイス。待ってよ。どこや。おる、おらん。ごめんなさい、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 なんかラグい、ラグ、急にラグい、急にラグい、ごめん、もう俺がやられるから、俺がやられる、逃げてくれ。なんやねん、あそこ急に急になんやねん、あのワープしまくり現象。めっちゃ板倒してる。しかし逃げ切ってくれ、なんとか。俺は自分で起き上がれる。そしてあの血まみれクローデットはさっさと出ていったな。あー、そっち、そっちはじゃあ空いてないってことやな。めっちゃ逃げ惑ってる。あー、やられたか。あんな、あんな状況での救助やったのに結構耐えたな。どうやろ、ゲートどこ、あそこか。怖い。はっ、今見つかったかな。見つかってないっぽいな。完全にやばい。あーダメくっそー、あかんかった。ハッチ探すべきやったかな、うん、起き上がるまでの時間がかかりすぎだな、うん、いやーちょっと弱音なしの状態はきついよな。あそこのゲート向かってるってバレてたら、業種で見つかるしな。ああ、まあしゃあない。でもなんか何があったんやろうなあのクローデットとマイケルの間に。無理救助して人になすりつけようともして、ゲートが開いたらもうさっさと退散。もう、これぞっていう感じだったな。